皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今北海道の新千歳空港にいます。今日は新千歳空港から札幌に行く電車の乗り方を紹介します。他にも北海道で撮影した動画があるのでぜひ見てください。ちなみにこの動画を撮影したのは6月です。新千歳空港から JR 快速エアポートに乗って札幌に行くことができます。今回は切符を買います。札幌駅を押してお金を入れれば切符を買うことができます。料金は1150円です。1500円入れました。お釣りは350円です。快速エアポートで小樽に行くこともできます。改札を通ります。切符を入れて切符を取ります。階段を降りてホームに行きます。18時30分発の快速エアポートに乗ります。携帯電話はマナーモードに設定の上通話は控えてください。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をかけてください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。次は新札幌に行きます。JR 快速エアポートにはゴミ箱があります。缶、瓶、ペットボトルは左の方のゴミ箱に捨ててください。指を挟まないようご注意ください。新札幌駅に着きました。新札幌駅の次が札幌駅です。この列車は快速エアポート号小樽行きです。停車駅は札幌、ことに、手稲、小樽筑港、南小樽、終着小樽です。4号車は指定席 U シートです。もう19時過ぎなのに、すごく明るくてびっくりしました。この日の札幌の日の入りの時間を調べたら、19時12分でした。東京の新宿と比べると札幌の方が約15分遅いことが分かりました。もうすぐ札幌駅です。だんだん高いビルが多くなってきました。私は新札幌駅から札幌駅に向かっている時の風景がすごく好きです。札幌駅に着きました。電車を降りて改札に向かいます。ちょうど帰宅ラッシュの時間なので人がたくさんいます。切符を入れて改札を出ます。次は南北線に乗ってすすきの駅に行きます。南北線は地下鉄です。すすきので食事をしながら仕事の打ち合わせをする予定なんです。今回はスイカで南北線に乗ります。 JR 快速エアポートに乗るときもスイカを使うことができます。札幌から2つ目の駅がすすきのです。日本の電車のホームにはこの黄色い点字ブロックがあります。これは目が見えない人や見えにくい人が足や杖で安全を確認しながら歩けるように作られたものです。正式名称は視覚障害者誘導用ブロックと言います。駅のホームだけじゃなくて歩道にもあります。皆さんの国にもありますか？コメントで教えてください。もうすぐすすきの駅に着きます。
こういうふうに停車駅が書いてあるとアナウンスが聞き取れなくても今どこにいるのかわかるのでいいですよね。すすきの駅に着きました。スイカをタッチして改札を出ます。この後美味しいお寿司を食べました。すすきのといえばこの夜景が有名だと思います。ここで写真を撮っている観光客もたくさんいました。すすきのは繁華街なので飲食店がたくさんあります。すすきのから札幌駅にあるホテルまで歩いていきます。あれは札幌の路面電車です。私は乗らなかったんですけど、料金は大人の場合1回200円で IC カードも使えるそうです。もうすぐ22時なんですけど、結構人がいるし、まだ営業しているお店もあるのでそんなに暗くないです。次の日は小樽に行きました。小樽は多分来週の動画で紹介するんですけど、小樽に行くときに札幌駅で来たかという IC カードを買ったので紹介します。札幌駅から小樽駅までは750円です。こちらの券売機で来たかを買います。あ、英語がありますね。このIC カードを押します。新規購入。できました。500円デポジット、500円デポジットで1500円分使えます。後で使います。今日はここまでです。また来週、バイバイ。いつも素敵なコメントをたくさん書いてくださって本当にありがとうございます。さて皆さん、今日の内容は簡単でしたか？聞き取れましたか？今から字幕がない動画が出ます。私が何を話しているのか聞き取ってみてください。答えはコメント欄の一番上に書いておきます。ではやってみましょう。 JR 快速エアポートにはゴミ箱があります。缶、瓶、ペットボトルは左の方のゴミ箱に捨ててください。もう19時過ぎなのにすごく明るくてびっくりしました。この日の札幌の日の入りの時間を調べたら19時12分でした。東京の新宿と比べると札幌の方が約15分遅いことが分かりました。どうでしたか？聞き取れましたか？答えはコメント欄の一番上に書いてあります。私のインスタグラムもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。今日はここまでです。また来週。バイバイ。